みなさんこんにちは、ハローニューヨークのともです。まいです。ハローニューヨークインタビューでまいちゃん編。いやどうもこんにちは。はい、今日のインタビューしてもらうのはまいちゃんです。そして私からお願いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何聞くの怖いんだけど。なんか変だよね、こうやって2人でやるのね。本当だよね。ふざけた話しかしないもんね、普段ね。そうだね、真面目な話こうすることないもんね、本当に。ないなんか恥ずかしい。だからアメリカでのミュージカル活動が著しいまいちゃんですが、ニューヨークに来る前はどんなことをしていたの、どういう生活を送っていたの、根掘り葉掘り聞いていきます。はい、ではまずですね、ちょっとミニ質問を何個かするので、それにちょっと簡単な答えを聞かせてくれればありがたいです。はい、準備 OK？ OK。 じゃあ行きます。はい、第1問、出身はどこですか？高知県です。簡単。第2問、ニューヨークの前の経歴を教えてください。ニューヨークの前はですね、大学卒業してすぐに日本のテーマパークに2年間勤めて、そこからすぐにニューヨークに来ました。ではニューヨークは何年目ですか？6年目。あ、6年目なんだ。なんか昨日数えたんだけど、うん、長かった。あ、7になった。わかる、その気持ち。ミュージカルを始めたきっかけは何？ミュージカルを始めたきっかけは、地方公演で高知県に来ていた劇団四季さんの裸の王様を中学校3年生の時に見て、これ私やるってなりました。へえ、ちょっとその話も後でじっくり聞きたいと思います。はい、では次、人生のターニングポイントありましたか？人生のターニングポイントというか、すごく影響されて、そこから自分の、まあ、人生観が変わったというか、それがターニングポイントか。変わった、そうだよ。大学昭和音大のミュージカルコースに行ったんですけど、そこで出会った私の歌の師匠の方が本当に素晴らしい人で、もう今でも私の人生の目標になってる方で、その方に出会ったことから私の人生とか変わりましたね。はい、なるほど。ちょっと気になるね、その話も。じゃあ最後に、はい、自分の性格はどんな性格？まあ一言で言うと、明るくてピャーっとしてて。一言じゃないじゃん、全然。ごめん、そうだね。とりあえずピャーっとしてて、あんまり深く考えずに突き進むって感じ。ピャーっとしてて、あんまり深く考えずに突き進むって感じ。あ、そうなんだ。うん、考えないでもうわーみたいな感じ。そう、考え、とりあえずやってみる、わーみたいな感じ。ピャーってとこがちょっとよくわかんなかったけど、まあいいや。はい、ありがとうございます。ちょっとこれの質問、はい、ちょっと気になったことが何個かあったんで、それにより深く聞いていきたいと思います。おーい。まず最初に質問したどこ出身ですかってあれなんですけど、高知県。私がこの間勝手に高知県を代表してPR させてもらった動画出したんだけど、高知県の中でも都会市内とかじゃなくて田舎の方の出身ですね。へー。そこでもう山と川と田んぼと太陽と、で、伸び伸び育ったって感じですね。なるほどね、伸び伸び育った、うん、西岡舞ちゃんなんだね。高知時代はなんかそういうミュージカルとか、なんか歌とかダンスとか、なんかそういうことやってたんですか？いや、なんかちっちゃい時からモームスとかが流行っててさ、小学校の時とかモームスとかが流行ってて、それをモノマネして踊ったりとか、家で、ほんとちっちゃい時に。で、やっぱすごい歌が好きだったから歌手になりたいなって思って、なんか家で勝手にカラオケとか、うん、だけどそのミュージカルっていうものはもう全く知らない、そんなものが存在する、なんか舞台っていうものが存在するっていうことを全く知らなくて、それこそ中学校3年生まで、お芝居って言ってもその小学校のなんか
合同発表会みたいな、うんうんうん、学年発表会みたいなやつでお遊戯会みたいなやつでやるじゃん、うんうんうん、もうそういうレベルでなんかやってて、でも小学校の時は発表会の時の私ピアノをちっちゃい時から習ってたから、なんかこうみんなが歌うところでピアノの演奏をしたいですみたいな、ふーん、なんかそういうところで目立つみたいな、まいちゃんすごいねみたいな、わかんないけどそうか、まあでもその歌が好きとか、あと今言ってたけど、うん、ピアノを習ってたとか、そうそうそう、まあ、そういうのはまあ確かに音楽の基礎として、そうそうそう、やっぱちっちゃい時から音楽はすごく好きで、うんうんうん、まあ、なんか勝手にピアノで演奏なんかして、うん、歌作ってみたりとか、なんか音楽に合わせてこう体を動かして踊ったりとか、もう本当にさ、うん、本当にど田舎だったから草原の中とかで、うんうん、なんかもう土砂降りの雨の中に踊るみたいなさ、一人コンテンポラリーみたいなそれはどういう状況なの正直言ってダンサーじゃないけど、なんかこうになってこう、なんだろう、雨と会話じゃないけど、うんうんうん、なんかこう踊ったりとか、もう本当に植物とかと会話してた。やばいじゃん。本当に本当にこれね、本当にあの植物におはようとか言ったりとか。ちょっと質問だけど、友達もいた？はい、いたと思うんだけど、いたと思うんだけど、でも。なんか草と摘んで遊んだりとか、うん、お玉じゃくし取ったりとか、へーすごい、もう本当にそうだね、川に走りに行ったりとかいいね、うん、してた、本当に大自然の中で育ったって感じだね、そうそうそう、でその小学生の時はそのなんかもうそういったなんかレッスンみたいな、その歌のレッスンとかダンスのレッスンとかそういうのをしてたわけでは一切ないって感じ、てかそういうのがあるって知らなかった、あ、そうなんだ、うん、稽古事といったら公文式か、うん、ソロバンかピアノか水泳みたいな感じだったから、へえ、もう、あ、そうなんだ、クラスみんな、うん、へえ、いやだからそのまいちゃんがどうやってこのミュージカルに行ったのかっていうのがすごく気になるんですよね、ちっちゃい時歌手になりたいとか思って一生懸命なんか駆け出しのインターネットみたいなやつで調べたりとかしてたのよ、うんうんうん、でも全部さそのオーディションとかがあるっていうのは知ってたんだけど、東京とかだからあもう絶対行けないなと思って、東京なんてさ高知の人からしたらさもうなんかもう どこにあるのみたいな、そのもう雲の上の世界みたいな感じなのよ、ちっちゃい時とかは、うん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 、だからもうそれは無理だろうなと思って、じゃあ何になろうかなと思った時にもうすごい数学と理科が好きだったのね、うんうん、私は本当に好きで、でそれでじゃあそれを仕事にするなら、将来の仕事にするなら医者かなと思って、それはなんかいつ頃医者になりたいなっていう風に考え始めたの？中学校入る前ぐらいからかな、中学校でと受験をしたの、中学校から受験をしたんだけどあ、そうなんだ、うん、その医者っていうのはさ、もう普通にもう単純に数学とか理科が好きイコール医者かなみたいな感じ？そうっていう、なんかその田舎で育ったからさ、なんかやっぱり高学歴がさもう素晴らしいって言われるわけやっぱりね、うん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 、でもういい仕事といえば医者か公務員みたいな感じで私も言われてたから、うんうんうん、医者かなと思って、じゃあ医者になる、数学好きだし、へえ、うん、面白いね、じゃあなんかそういうアートっていうかさ、歌手とかそういう音楽を使った職業に就くとは全く思ってなかったって感じ？全く、私はもうつけないと思ってた。なるほど、つけないと思ったんだ、それはなんで？もうそれはやっぱりもう高知県だったから、もう私がもう本当に小学校の時にもうモームスに応募したいとか思ったんだけど私が東京にいさえすればとかすごい思ってた。まあ私もおばあちゃん子だったから、やっぱり考え方がちょっと固い部分もあったから、その、うん、言えなかった、うん、そういうのにやりたいって、なるほどね。ミュージカルをやろうって思ったきっかけ、うん、あの劇団四季のミュージカルを見たってことだったんだけど、中学生の時に、うんうんうん、どんな状況だったんですかそれは？えっとね、
私にちょっと年の離れた姉がいて、うんうんうん、でその姉が大学生で大阪に出てたのね、高知から、うんうんうん、大阪に出てて、で姉が大阪でミュージカルっていうものを知って、なんかそこを見るのがすごく好きになったんだって。へー。でたまたま帰省してる時に、うんうん、その裸の王様劇団四季が高知に来るよっていう情報を姉が仕入れて、うんうん、愛ちゃんミュージカル見に行ってみないって言われたの、うんうんうん、でその時ミュージカルとは何ぞやみたいな。あ、そうだったんだ。でも楽しそうだし連れてってくれるってあの言ってるから行こうと思って。どういう印象だったの、その劇場に入った時とか。いや、まず本当にその大きい劇場に行くのも初めてだったから。そうだね、うわーみたいな、うんうんうん、っていう、なんか椅子が全部赤くて、うんうんうん、斜めになってて、確かにライト当たってる、すごいってまずなって、うんうんうん、でもう舞台始まるじゃない、うんうん、でその時に私は後ろで踊ってたお姉さんがちょっとバレリーナみたいな踊りをしてたんだけど、うんうんうん、それを見た時にもう超光ってるように見えたの。キャッ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 すっごい光ってて、もうそこに釘付けになって、うんうん、私これやりたいって思ったのね。へえ、なるほど。うん、でさらにファミリーミュージカルだったから、最後にみんなで歌いましょうみたいな感じで、役者の人たちもこう客席に降りてきてみんなで合唱するみたいなところがあるの でその時に歌って、でさらに周りのさ大人たちの顔とかを見るわけじゃん、うんうん、みんながさ超笑顔でさ、うんうんうん、ニコニコしてて、うわこれすごいいいなと思ったの。もう帰り道で私これやりますってなったね帰り道で私これやりたいってなったね。もう家帰ってきて、もう親に私ミュージカルやりますみたいな、もうさ、もうおばあちゃん子だったからさ、おばあちゃんとかさ、ミュージカルとは何みたいな、こういうこの子なんかおかしくなったみたいな。もうその人がバレエっぽい踊りだったから、明日からバレエ習いに行くみたいな感じで、そこからは めちゃくちゃ早かった、自分で調べて、で部活ぐらい楽しいのしたいと思ってそこに入って、でも多分それを、多分部活って結構体育会だけ体育会系だから本気でやるじゃない。やるね。うん、でそこでやっぱり楽しみを覚えて、ダンスを一生懸命やるっていう楽しみを覚えて、うんうんうん、そこからやっぱりなんだろう、ダンスもっとしたいなっていう気持ちはあったのかもしれない。なるほどね。ミュージカル見てこれだってこうつながったのかも。なるほどね、うん、でもさっき言ってたのはさ、医者になりたいって言ってたじゃんもう完全にもう路線変更って感じ。もう完全にもだから、その日の夜に完全に路線変更して、うんうん、もう医者にはならない、私はミュージカルのダンサーになるってなって、うんうん、はってなってそれで、まあ、学校も私本当に数学頑張ってて、で高校からまたそのミュージカルやりたいと思ったのが中学校3年生じゃん。で高校から理数系に行くか文系に行くか選ぶ。まああるよね。あるよね。でもう私は理数系に行きますと。そうだよね。で担任先生が数学の先生だったから、そうもうずっとまあ期待もされててたんだけど、もうその次の日に私数学あの理数系行きません、文系に行きますみたいな。先生たちもえちょっと待って何言ってんだみたいな、うんうんうん、それはなんか説明したの、なんでこういう風になったのかみたいな。そういやもう私ミュージカル行くんでみたいな、はぁみたいなそりゃそうなるよね。そうそうそう、ミュージカルみたいな、何それみたいな感じでどういうことっていう。でもまあみんなは理解できなかったけど、私だけもうルンルンみたいな、イエーイって感じ楽しみみたいなそうそう楽しみみたいな感じで。大学は昭和音大、昭和音大、うん、そこでミュージカルのお勉強をしようって決めたんでしょ。そう、それはその高知から出て東京に行くっていう、なんかこの怖さとかなんか恐怖とかなかったの？めちゃくちゃありました、めちゃくちゃありましたもう大体ね、その高知県の人って大学とかで都会に出たがるのね、まあ出るのね、出たがるんだ意外と。出たいよ、一回は出たい。そうなんだ。みんなそう、みんな東京に行くって感じ、うん、いやそれがですね、大体やっぱり行っても
大阪止まり。大学でミュージカルを学べるところっていうので大阪で最初は調べてたのね。で、まあ、見学とかにも大阪行ったりとかしてほぼ決めてたんだけど、またそれも姉の影響ですよ。姉があんた本気でミュージカルしたいのかって言われて、はいしたいですみたいな、じゃあ本気でやりたいんだったらこの日本の中のミュージカルの最高峰っていうかプロが集まるところは東京だから、プロになりたいんだったらプロから学ばなきゃダメって言われて、そうかそうだよなと思って、じゃあ東京にするって言って東京を調べ、で東京で大学4年生大学でっていうのが昭和音大が出てきたんだね。なるほどね。じゃあそのお姉ちゃん の, そのアドバイスで東京に、もうなんかそれ決めたらもう OK 行くみたいな感じなの。そうでもなんか東京ちょっとこうなんか遠くないみたいな、そういうなんかないヘジテーションない、なかったなかったなんか私でも本当にやっぱり本気でミュージカルに、ね、の仕事に就きたい、ミュージカルなりたいって思ったから、そうか本気でなるんだったら東京かっていうのでもう怖さとかなかった。どういう印象だった、正直言って。なんかその高知に行った時は、東京っていうのは、高知に行った時はもう本当に高嶺の花、私たちもこんな田舎っぺがそんなところに行ったらペッてされんだろうなみたいなマジでどういう感じなんだ、どういう感じだと思って、だもうだからもうなんか一生懸命さ服装とかもさ持ってるものの中で一番良いだろうと思われてるものとかを着たりとか。なるほどね。そうお化粧とかも初めてじゃん、大学生で初めてしたから、なんかもうわけわからずもやって頑張ってた頑張ってるね、田舎に見えないように4年間で多分ミュージカルのこといっぱい学んだと思うんだけど、どうでした、その今その学びは今にめちゃめちゃ生きてると思う。めちゃめちゃ生きてる、めちゃくちゃ生きてる。まあそれこそ人生のターニングポイントの話につながってきちゃうんだけど、やっぱりその大学でその私の歌の師匠、今ではもう私の東京の母とまで呼ばせてもらってて、今でも交流があって、今でも大もう超仲良し。あそうなんだ、今でも超仲良しなんだけど、もうその方が歌の発声だけじゃないのよ、人生観、いろんな人生観でもっと視野を広げなさいってすごく言われたのと、その視野を広げなさいっていうのはなんかどういうふうに自分にクリックしたの？自分にクリックしたの、私もともと本当好きなものに好きってなったらそれしか見えなくなっちゃうのね。例えば小学校の時のゲームのやつとかでも好きなものはスーパーファミコンのマリオカートをもう十何年やり続けるみたいなやばいねそれが好きだからみたいな、だから新しいものにあんまり挑戦をしない、もうそれ好きだからみたいなタイプなの。食べ物もさ、ハマったらもうずっと食べちゃう感じ。そうなるほどね。そうなんだけど、なんかその時大学の時ってすごく忙しいから、大学やってで、その公演のための、リハーサルを夜までやってみたいな感じで、その学校の人しか会わなかったりとか、学校のミュージカルしか見なかったりとかするんだけど、それを聞いて外の人と遊んでみたりとか、もっとその自然にもっとまた帰ってみるとか、もうこうなんだろう、自分が生きてる中でもこう視野を広げていったというか、したらいいことがあった？すごくいいことがあった。なんかそのなんだろう、そのや田舎っていうのにやっぱりちょっと劣等感があったっていうところもあって、でもその時に先生が言ってくれたのが、なんか田舎で育った人ほど心のなんか振り幅がすごい広いと、って言われて、どういうことって思ったのが、そのやっぱり自然と触れ合ってさ、水って冷たいとか、なんか木ってこんな匂いがするんだとか、感じてるものが違うから、その都会だけで育った人とか、そこはすごい強みだよって言ってくれて。確かに。あそうなんだ。私だからさ、その小学校の時にさ植物と喋ってたとか言ってたじゃんでもさ、もう周りを見たらさ、やっぱりバレエ何年やってきましたとかの人たちがいっぱいいたのよ、大学生のクラスの中でも
でも私は田舎で育ってその中学校からダンス始めたしみたいな感じでちょっと劣等感とかもあったんだけど、うんうん、あ、私はそこがいい部分なんだって思って、じゃあお芝居とかでもっとこう自分が今まで感じてたものをリアルに深めていこうって思ったね。その先生が教えてくれたことの中で一番なんか今もあの心に残ってて実行してることとかってある？はあります。それはあのミュージカルを撮るんでも何でもやっぱりあなたと仕事がしたいって思われる人間になりなさいって言われた。技術以前の問題であなたと仕事がしたい人になりなさいって。だからあの人に優しくするっていうのはもちろんそうだし、人を豊かにして魅力のある人になりなさいと。この人とやりたいって思われたら得だなと、うん、やっぱりさ選ぶ側も人間だからってすごく言われたの、うん、ロボットじゃないから。だからこの人と仕事がやりたいって思う、そのジャッジする人が思うってことは見てる観客の人もあこの人いいなって思うってことだから、人間を豊かにしなさいってすごく言われた。そんな学びの多い4年間を過ごし、その後の生活はどのように変化していったのでしょうか？その後ちょっと何やったか教えてください。いやその後、まあテーマパークに入りました。なるほど、テーマパークの、あのパフォーマーとして働いてたんだよね。本当にちゃんと働いてたよ。なんか違うよ、なんかそのなんか小学校の時みたいにパレード真似して踊ってるだけじゃないよ。ないよね。まあ舞ちゃんのことだから私の予想的にはなんとなくなんかこうなんか影響を受けてうわーやりたいみたいな感じだった。そうだよ、もうもちろんそうでございます。もちろんそうでございます。じゃあちょっときっかけなんか教えてください。いやもうきっかけはですね、東京に出ました。まず高知の田舎から、うん、そこから人生で初めて大学生でディズニーランドに行ったんですよ。おお、そうディズニーランドに行って初めて大学生で初めてで見たパレードで、うん、またそれもよもう光ってたのよ。もう目が釘付け、これやりたい。やだよこれ。あそうそう、これやりたい。そういうところになんかビビビッときたの。え、一番ビビッときたのはみんながこう座ってる見てるみんながその人に向かって手振るじゃん。確かにいいなって思ったの。私もこんなに人たちの前で手振りたいって思った。出た、目立ちたがりや。もうダンサーさんたちもさ、なんかこう、うん、何の人たちもさ、こう手こうやってなったらさ、手こうやって振ってるじゃん。確かに自分も振るじゃん。普通なんかさ、知らない人に手振らないよ。そうだよ、すごいことだよね、本当にすごいことだよ。手振られたいって思った、一番そこに来た。なんかみんなに笑顔を届けてる姿がかっこいいなとかじゃなくて、いや手振られたい。いやもちろんさ、もう根本にはダンスがもともと好きだし、ダンスやりたいとかダンスの技術が素晴らしい、バレエとか素晴らしいっていうのはもちろんあったよ。でもそれはミュージカルやりたいと一緒だったから、うんうんうん、どうしてミュージカルからテーマパークかって言われたらそこだよね。まあでもそのダンスやってました、まあ音楽とかも大好きです、それでまあみんな喜ばせることができるって、この3個がビンビンビンってなんかこう、そうだよ、クリックバンって当たったバンってした感じだよね。うん、なるほどね。え、そのテーマパークのオーディションみたいなのはもう卒業してすぐに受けたの？卒業してすぐに受けた。そのテーマパークのなんかオーディション対策コースみたいなレッスンとかも行ったりとかしてて。あるんだやっぱそういうの。あるあるある、いっぱいあった。さすが東京ですよ。そう、うん、で、あって、まあ、そのいろんなテーマパークあるじゃない、日本のいろんなテーマパークも受けたんだけど、うん、受けてオーディションは行きましたね。だいたいやっぱりダンスだけだった。そうなんだ、うん、まあ、晴れて受かって そこで2年間も働くことになったんだよね。はい、でそのさ、なんか経験が多分生きてさ、アメリカでもだってテーマパークってやってたもんね。そう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 、うん、もうやっぱりテーマパークってなんだろうね、なんか笑顔を見た時に、うん、なんて素晴らしい仕事なんだって本当に思ったの。そうだよね、本当にすごいよ。あとやっぱり初めて
自分がショーに出た時にガーってなってもう泣いたよねそのテーマパークで働いてきたことで学んだこともあると思うけど、それがなんかミュージカルに役立つことってあった？あります。何ですか？すごくあります。もう一番はアドリブ力。同じ毎日同じことをしているんだけれども、その中でお客さんから言われることとお客さんの反応が直に見えるっていうことで、うんうん、全くやることが毎日違うのね、うんうんうん、で楽しませたいっていう思いもあるし、その中でどういう風にしたらちょっとさ同じ振りを踊っててもちょっと顔のつけ方とかなんかこう違うことやってあげたりとかしたらみんな楽しいわけじゃない。アドリブで人を楽しませるか、あとやっぱり一日何回もショーとかをするから、うん、その途中でこういろんなハプニングが起こるのよ。そうなんだ。ちっちゃいハプニングとかも起こるのよ。いかにそのハプニングを見せずにみんなを楽しませるか、笑顔で乗り切るかみたいな、そのアドリブ力と対応力はものすごくついてると思う。しかもさ、ミュージカルとか舞台だったらさ、まあ、なんか怪我したとかなんかだったら袖に履ければいいけど、私たち例えばパレードとかでやってたら履けられないからね。あ、そうなんだ。帰るまで履けられないから。そっかそっかそっか。何があっても終わらせなきゃいけないみたいな。なるほどね。その力はすごく生きてる気がするね。学びのあった2年間だと思うんだけど、はい、またミュージカルに戻るよね。ニューヨークに来るよね。だってニューヨークに来るよニューヨークに来ちゃうよ。ニューヨークに来ようと思ったきっかけとか、あとまたなんでミュージカルをまた再開しようと思った、ちょっと教えてください。で、歌をやっぱりやりたいって思った時にもう一回ミュージカルに戻りたいなっていう気持ちも芽生えてきたので、うん、そこで他のね、日本の劇団四季さんだったりとか違うミュージカルのオーディションとかも受けてたのね。2年目ぐらいから受け始めて。なるほどね。でその時にじゃあなんでニューヨークかっていうと、そうだね、旅行に行ったんですよなんかそのまたあれ想像つくでしょもしかしてさ、ニューヨークに行ってみてわあここ来たいみたいな。正解正解。ただなんかニューヨークは街を歩いてる時にふと、あ、私ここにいるなって思ったのって思って、もうそこから帰ってもう調べまくりですよ、ニューヨークに来るには留学みたいな。え、それはそのミュージカルをやりたいと思ってニューヨークに行こうって感じ？そうだね、まあ、大きなきっかけはやっぱりその歌をもっともっと上手くなりたいっていうのがすごくあって、うん、こっちの本場のミュージカルを見て歌声に魅了され、ここだったらもうちょっと並べるかもっていうのもあったと思うけど、なるほどね。まあ、その後は本当に、ね、ダンス学校とかお前ちゃん行ってたし、でその後、ね、この前みたいにキング・アンド・アイとかアメリカのテーマパークとかでも働いたりとか。いや、ここ最近すごいよね。頑張ってる。すごい頑張ってるって感じがする。ほんと？嬉しいわ、そんな。一番近い人に言われるのすごい嬉しいわ。この先ちょっとどういうことを目指してるとかなんかある？この先はですね、まあもちろんこっちでもっとミュージカルやっていきたい、ブロードウェイとか立ちたいっていうのはあるんだけど、もともと、そうだ、もともとニューヨークに来る前からあった夢があって、もうそれも私の歌の師匠につながってるんだけど、私のもう人生の目標はその方なのね、本当にその人みたいな人生を送りたいというか、その人みたいに過ごしたいっていうことがあって、本当に毎日遊んで生きてるみたいな、ちゃんと仕事はしてるよ、もう人生を楽しんで生きてて、やりたいことにもうまっすぐだし、ちゃんと勉強もするしっていう感じで、でその先生の教えてることとかもすごく好きだったから、私も教えをしたいって思ってたので、私自身もすごく歌のことで悩んだから、ものすごくね、最初から歌が歌えたわけじゃなかったから、教えていきたい
で自分 の, そのスタジオとかを開きたいっていうのがもうニューヨーク来る前からあって、まあ、将来的にはそういう方向に行きたいかなって思ってる。まあ、ニューヨークアメリカでそのいろんな経験をしたこともそういうマナーに次の世代の人に教えられるもんね。そうだ ね, ねニューヨークに来たっていうことだけでもねすごいもんね、うん、はい、なるほどね。じゃあちょっと最後の質問なんだけど、何ピャーっとしてて明るいみたいな感じだったんだけどもうあっさいでしょ、表面でしょ。あ、そういう性格だったからこそなんかあの今につながるなっていうか良かったなって思うこととかってあったりした？やる前にすごい不安でどうしてっていけないっていう性格じゃなかったからこのニューヨークまで来れたっていうのもあったし、やりたいことをこう一生懸命やれたっていうのもやりたいが勝つからさ、やり続けられるってそれをやり続けようって思えることもすごく今は良かったなって思うし、うん、そういう性格があったからこそなんかまあいろんないい経験もできたって感じだね、今日のお話聞いてて。そうだね。はい、まあ、最後なんですけども、まあ、さっき言ってたけどなんかそういう、まあね、次の世代の人に教えたりとか自分のスキルとかつなげていきたいみたいな話があったんだけど、なんかこれからの世代の人になんか頑張ってとか背中を押すようなちょっとメッセージがあったら教えてください。この自分の経験上からその田舎っていうのがすごくその自分でも劣等感があったってさっきも言ったんだけど、その田舎の人たち、まあ、全員じゃないかもしれないけど私はそこにいるからやりたいことができないって思ってる人がいると思うんだよね。選択肢が少ないとか、あとはもともと知らないから選択肢が限られてしまっているっていう部分もあると思っていて、自分はこうだから、自分はここに生まれたから、自分はこの例えば家族に生まれたからって言って自分のやりたいことを諦めないでほしいなってすごく思う、うん、でやっぱり私自身その反対ももちろんされたけど、いや絶対それになるんだ、例えばその支援されなかったとしても絶対行くんだって思ってたから、こうそこでその都度フォローしてくれる、サポートしてくれる人が現れてきたりとかしたから、そのできないって決めつけないでやりたいっていう方を大切にしてほしいなって思います。でやって嫌いだとやめればいいんだからそうだね、確かに。そうそうそう。でもそういう今の言葉がすごく響いた人もいるんじゃないかなって本当思います。別にさっき今言ってたけど田舎から出てきたとかじゃなくても、うん、やっぱりそういう風に私だからできないって思ってる人とかもたくさんいるから、うん、すごくいいメッセージだったと思います。ありがとうございます。まいちゃん今日はありがとうございました。ありがとうねはい、まいちゃんお疲れ様でした、インタビュー、はいありがとう、ともちゃんありがとう。私もいろんなことを学ぶことができました。本当やっぱさ、自分と違う価値観とかさ、まあ、アイディアを持ってる人の話を聞くっていうのはすごくいろんな吸収できることがありました。はい、というわけでまいちゃんこれからも頑張ってくれと思った方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。なんか一言どうぞ。ま、人生楽しくやっていこうぜ。イエイ、イエイそれでは、See you next time! バイバイ。バイバイ。バイバイ。One short day in New York City